朝ドラちむどんどん和彦を語ろう、どうもゆうちゃまです。信子さんの旦那さん和彦ですよ。5年間付き合っていた人を裏切り信子と結ばれたわけですが、こう言うとなんかね人聞きの悪いって感じですけど僕はねそこについてはねあんまり悪くないと思うんですよ。まあ悪いと言っちゃ悪いんですけど、まあ一旦そこは置いときましょうよ。でもちゃんとこう愛さんに対して言葉にしないといけないですよね。愛さん自身にフェードアウト退場させたのが本当に申し訳なくて仕方がないです。男として女としてとかではなく人として良くないですよね。はっきりさせなさいよっていう、なんかそういう和彦のね優柔不断さみたいなのが、決断力のなさがないのが残念で仕方ない。すごい悲しいですね。信子を一途に愛しているからこそ、なんか過去の出来事のせいでちょっと応援できない自分がいます。結婚式もちょっと近いところがありましたね。これ本当に応援するべきみたいな愛さんのことを思うと複雑と言いますか、そういう視聴者の一視聴者としての意見です。はい。まあドラマですから楽しく見ないとですね。でもなんだかんだそこも含めて楽しく見ちゃってるゆうちゃんもいますよ。和彦頑張れ。ラストどうなるのか、和彦くん好感度アップする出来事ありますように。ゆうちゃまでした。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。